はい、おはようございます。今6時50分ぐらいかな、6時45分ぐらいだと思うんですけど、はい、今からちょっと白駒駅行って撮影の方したいと思います。行きます。そんな寒くないっすね。なんかいやー、整体操快適だったマジで。で、朝一の白駒池、ふー、焼けんな、これ焼けないかな。雲がいいとこ出てるな。あー、池の真ん中寒いな、やっぱ。焼けるんじゃない、これ。いい感じで焼けそう。これさ、胴足で歩いたらめちゃくちゃ気持ちいいよ。パキ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 、なんかめっちゃ気持ちいいんだけど。え、何？冷たくない？全然。ほらめっちゃ気持ちいいよ、パキ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 めっちゃ、ほら。お月さんが見えてますね。寒っ、ちょっと寒くなってきて、風がちょっとありますね。やっぱみんな撮影に勤しんでおります。もうちょっとで火が出る。白駒池の真ん中で撮影終わりました。めっちゃ寒い。足がですね、胴足で来たんでちぎれそうです。親指がすごい、あの天気良くて風もなくていい感じですね。こんな感じ、みんな歩いてますね。あそこの山があるから、やっぱ太陽出てくるの遅いんですよね。すごいくぼんだ地域なんで、すごい撮りづらいですね。ケンスケとチャンクマは当然ながらもう寒すぎて帰ってますね。ふぅ、太陽出てきた、綺麗、最高ですね。やっぱ白駒池は冬来るべきですね。冬ね、綺麗だから。はい、そういうことで小屋に戻って、はい、ちょっと暖を取ります。寒すぎる。はい、疲れ、足の指がちぎれそう。うん、ゾウ足でずっといたな。そうですね、危ないですね、多分。新しい体験だから。すごいじゃん。慣れてない人たちだと思うんで。ああ、そうですね、慣れてないから。ライトニングアセント。おはようございます。はい、今から整体操出て、まず麦草ヒュって行って、その後にその苔が綺麗なところの、あまり人が行かないところ行こうと思ってるんで。はい、めちゃくちゃ天気いいですね。今日も綺麗だな、朝日綺麗だよね、やっぱね、ピカピカしててね。はい、でチャンクマはとうとう出ました、ライトニングアセント。イエイ、2回目。2回目。まあいらないんだけど、なんかザックにくくりつけるやつをなくしたみたいで。これザックについてないの、ピョコって。ついてなかったんだ。そうなの、そのパターン。凍ってる、氷だった俺、氷。氷だよ、氷。行って。はい、いいことで。はい。じゃあ行きましょうか。はい、出発。いやー、綺麗だね、朝はね。光の角度が違うから。おお、綺麗、綺麗でしょ。本当雪あるともっと綺麗なんだよ。
なんか幻想的だよね。写真撮ろう。綺麗、綺麗だね。こことかめっちゃ綺麗よ。ほら見てこれ、かわいい。何これ、もうこれはね、ピークチューンズおすすめ。ああいう、ああいう感じのなんか傘みたいな、はい、めっちゃいい。これ綺麗だね。これ昨日よりかさ、雪増えてる。一緒これ、平和やな。全然平和やな。どうちゃんくんは、ライトニングアセントは帰ってくよ。グリップしてる？全然沈んでない。全然沈んでない。すごい。すごいね。うわ、めっちゃ綺麗。ちょっと待って、めっちゃ綺麗これ。おお。あ、本当だ。ちょっと撮ったら見せて。くだり。笑うなよ。で撮ったら見せて。うお、すごっ。何これ。写真家やんこれ。さすがレンズの。さすがレンズでかいだけある。かっこいい。高くてでかいだけあるね。違うねやっぱり。ここもね、雪があったらもっともっと綺麗なんだけどね。はい、奥庭に着きました。うお、綺麗。あったかい大ぶり。おお、綺麗だね。わあ、綺麗、ピカピカしてて。朝の白駒の奥庭です。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃんこれね。ほんと綺麗。今日もいい天気だ。ああ、ちょっと風がやっぱ冷たいね。麦草ヒュッツがちょっと見えてきましたね。いい感じ。おー、明るい。イエーイ、いい太陽だ。ここのゴツジとサギリエンチの方に行きます。ここからがめっちゃ綺麗なとこ。トレースがほぼない、人も入んないんで、めっちゃ綺麗です。準備はいいですか？ OK。 なんかあれだよな、赤だから本当夫婦みたいだね。なんかわかるわ。本当、さっきご主人言ってたもんね。そう、ご夫婦ですかって言ってた。うん、夫婦みたい。なんかうん、ペアルックっぽい。ということで、今からあんまりこのトレースのない綺麗な森の方行きます。このピークチューン主催の登らない北八ヶ岳登山、絶対登らない、ここハイライトだと思います。そしてちょっと俺若干もないし、ちょっと不安。余裕やん、すごっ、すごっ。無駄な体力使ってんな。うわ、すげえ綺麗。撮りたいけど撮れない。あれ綺麗だよね。綺麗だね。撮れた？うん。いけてる？いや、ちょっとでも、なんかただの草かもしれない。ただの草。まあ、ただの草だけどな。ちょっと霜？霜あれ。え？え？遠いすぎんの？チコっとるじゃん。ほら、ちゃんと押さえておいてあげるから、決定的瞬間は。あ、やってみたい。やめとけ、高いレンズ持ってるからやめとけ。ちょっと熱いとって近づいた上でただの草って言って帰ってきたら面白いね。うん、おおおお、あ、そこが怒ってたのかな。そうではなかった。ちょっとこれぐらいでいけるかな。ああ、
もうちょいじゃない？もうちょい？うん。それぐらい？そのぐらい？いや、もっとかな。まあ一回やってみて。なんか埋まってない？命かけてる人。執念。執念じゃ。下平平っていう。うん、分かる。何それ？下平平？やっぱ分かるんだ。あのなんか。スウェーデンの伝説のスナイパー。そうそうそう。スナイパー？うん。200-300人を一人で、うん、あの撃ち倒したっていう伝説のスナイパーがいる。うーん。実在する人？そうそう。うん。あ、取れました。え？え？あ、引っ掛けた。あー、綺麗。いいね。なんかちっちゃい足跡がめっちゃない、これ。あれ。ねえ。ほら、足跡だらけ。ほら、すげえ。池が確かあったと思うから、そこで休憩しようよ。あー、いい感じ、いい感じ。危ねえ。ほら、人のことばっか笑ってっから。ていうか、スノーシュー履いてんのに。ちょっとコマドリの池だ。はい。ここが、セイジおすすめのポイント、コマドリの池でございます。これね、あっちから撮る方が綺麗だね。コマドリの池。見てこれ。静かだろこれ。あのさ、枝の雪が可愛くね。絶対ここ入っちゃダメだよ。どうしよう。いける？大丈夫？ここですよ、ここ。すごいだろう、これ綺麗じゃない、これ。ね、こちら、ピークチューンズ、セイジのおすすめポイント、コマドリの池、はい。はい、こんな景色でございます。うわ、綺麗。綺麗だね。前にさ作った動画あるじゃん、北横の。その時のオープニングここなんだよね。うん、はい、ちょっと名残惜しいけど先進みます。大ガチャ、ちょっと行ってモフモフ行って。アッセント。結構沈むな、それ。あぶれ。おお、かっこいいよ。なにこれ、なにこれ、モーションビデオみたいじゃん。かっこいい、これ。中越えの背景ボケみたいな。あー、すごいいじゃん。すごい。逆さまになったまま時を忘れてしまった僕らの日々よ。すごいね、風吹いたらまた粉が舞、粉雪舞うんじゃん。あ、これいい、これいいかも。サギリエンチ行きましょう。うわぁ、綺麗だぞ、この辺。見て、これ。あ、いやぁ、なんかすごい。これすごいよ、ほら。
なんか見てこれ、たまたまになってすげえ。これはなんかキノコみたいだねもうクリスマスツリーの感じだね、これ。これ見て、いやめっちゃかわいい、あれキノコ、うわ多いね、ねえ、モコモコしてる。見て、このちっちゃいモコモコかわいいよ、これそうそう、ほら、だいたいモコモコしだしたの、これ雪が持った後、もっとモコモコしてるんだよ。ほら、枝のとこもモコモコしてるね、これ。何これ、楽しいなこれ。わー、綺麗。これ、ほんとボキャブラリーがないよね。ふわっと、青森トドマツ、マツカ。ここなんか看板がある。どこ？あ、本当だ。小野立ちの森、苔の道。ここが詐欺電池ですね。はい、これでちょっと今道路戻ってきました。はい、であの聖児おすすめの綺麗な道は終わりです。帰り結構ですね、この道路を歩いて帰りがちなんですけど、あのもったいないので、小窓の池と詐欺園地の方を回ってくることをおすすめします。はい、出会いの辻戻ってまいりました。はい、だからおすすめは小間取りの池と小野立ちの森、さぎり園地経由の出会い筋を持ってくると。ここも綺麗、ここも綺麗です。はい、ここね、あ、これこれ苔桃の森、こう、これこれで綺麗。茶臼山は登ります。だから行きません、はい、登りません。よかったね、もうなかった、うん、もう心が洗われた。ハイキング、ハイキングいいなって。ピークハンターには苦行でしかないねどう、ライトニングアセントはどうですか？この道には必要ない鼻の上赤いよ、赤いなんで結構必死なのうん、大丈夫これ普通の登山靴が一番歩きやすいよ。めっちゃめっちゃ歩きづらそう歩きづらいよ。どう？ライトニング。足重たくなってきた。いいじゃん、いいじゃん。同じことしてるやついるよ、そこに。そこに。いるよ。ほら。かっこいいね、ライトニング。なんかさ、普段だったらさ、緩い登りだなと思うけどさ、めっちゃ今日登ってるか、登りな感じするよね、これね。はい、行きしに休憩した、あの、東屋っていう小屋みたいなところで休憩中です。いや登ったね、うん、この2日間に限って言えば最大経験、最大経験かなはい、今東屋で休憩終わって、これから、ロペの方戻りますはい、しばらく平坦、ちょっと傾斜あるぐらいの道が続くと思います。次到着です。風が冷たい、顔が鼻が赤いよ。手あ、マジで。はあ、爽やかだよね。すがすがしいっちゅうかさ、ね、平和やわ。あったかいな、太陽マジで。照ってきたら。ロープウェイ。はい、展望台まで着きました。早いな。あっという間だね。
はい、ロープウェイ見てきましたね。やっぱこの辺の方が、うん、全体的に白いね。そうだね、白いね。はい、ロープウェイの山頂駅の方戻ってきました。いやー、天気いいね、今日も、うん、なんかね。あっちが北横岳ですね。で、あっちが坪庭、上がね。はい、なんかラストアシェントやっていいよラストライトニングアシェントやっていいよ。守られてるっぽいから入るじゃん、ほら、あそこ守られてないじゃん。いい、六平三十駅戻ってまいりました。はい、お疲れ様です。はい、今無事六平駅戻ってまいりました。楽しかったね。楽しかった。あの、登らないハイキング、絶対登らない平地ばっかり、はい、絶対登りません。まあね、生体操の飯うまかったね、マジで。あと、こたつと Wi-Fi と電源と、はい、で、どこだっけ、音切り台だと、コマドリの池と小野太刀の森、はい、ということで、はい、楽しい北八ヶ岳、登らないハイキングでした。じゃあ、お疲れ様でした。